機が国内発売を発表した全2輪あと1輪の大型スポーツバイク、未見、内見。同社 NPM 事業統括部花村直樹部長がニュートラルで軽快な旋回性を生み出す LMW の新技術について説明した。フロント2輪を備え、なおかつリーンする車両を自然なコーナリング特性に仕上げるため、旋回時リーンしている状況でもフロント2輪が向く方向をコントロールすることが大きなポイントでした。リーンし、なおかつ内回和差が生まれるフロント2輪が常に旋回方向を向く設計を成立させたことで同心円を描く滑らかな旋回が可能となりました。花村氏、この当社独自の設計を LMW アッカーマンジオメトリーと呼んでおり、内径の魅力に大きく貢献しています。花村氏、特にトレッドが広い LMW の場合、直左右和がガニ股のような状態となり、左右和の方向性に差が生じるのだ。旋回中、左右和を常に同じ向きに保つ新技術。これに対し LMW アッカーマンジオメトリーでは、直立時とリーン時いずれにおいてもタイロットとパラレオグラムリンクの左右ピッチ変化量が同一で、リーンによる等変化を解消できる。これを可能にしたのがオフセットジョイントと呼ぶレイアウト。加えてトレッド、キャスター、タイヤ等との位置関連を最適化することで、リーン角が変化しても最適なアッカーマンジオメトリーを得ることができる。大きく車体をバンクさせても左右和が同心円を描き、スムーズなコーナリングが可能となったのだ。この LMW アッカーマンジオメトリーは、すでに発売していたトリシティ155には採用しておらず、45度というより深いバンク角を求めたスポーツモデル、内見だからこそ必要であったと花村氏は言う。ヤマハ発動機は、全2輪あと1輪の大型スポーツバイク、未見、内見を9月13日よ。